The family tree of Sumerian gods is based on that of Japanese ancient gods. But it's not easy to collate Japanese ancient gods with Sumerian gods since both of them have become so much complicated after a long time of history. Here is another door I could step in to solve this mystery. No no Keizu wa Nihon no 神々の系図に基づいていますがその称号は簡単なことではありません長い歴史の中で複雑になっているからですが今日また一歩前進がありました広林浜松シジャパン3日ほど前ですけども、えー、出雲大社とその先6キロのところにあります日御岬神社を回って帰ってきた友人がいました で昨夜ですけどもその友人宅に行きましてですねいろいろと話を聞くことができましたで友人が言うにはですねあの出雲大社の狛犬には角がなかったと言うんですねとなりますと出雲大社の狛犬は両方ともライオンすなわちエンリルを表す動物であるということになりますで、まあ、これはあの高野山今後無事根本大統の隣にあります クジャク道のコマ、まあ、なんですけども、向かって左側のコマにはあの角がありますね、えー。すなわちユニコーン、すなわちエンキということになります。そして向かって右側のコマには角があります、ね。すなわちライオン、すなわちエンリルということになるわけです。まあ、普通はこのように配置してあるわけですね。犬や番犬ではない、すなわち神そのものであるということです。がしかし、出雲大社のコマにはその角がないということになるわけです。まあ、両方ともライオン、すなわち エンリルを表していいるととうことになりますで狛犬の歴史について少し触れておきたいと思います。これは英国の王室の文章です。頂点,頂点にライオンがいて、向かって左側にライオン、右側にユニコーンがいます。でユニコーンの体に鎖が巻いてあるところに注意してください。なあ、ユニコーンは延期を表しているということですね。延、ま、期、あ、はです、ね、人間を改造した罪によって体中に鎖を巻かれて、野に放たれて、 鳥についばまれるという刑を受けます。ですから、自由の像の足元にはその鎖が描いてあります。なあち、自由の像はプロメテウスということになるわけですけども、像そのものはプロメテウスが最初に作った、まあ、子供ということなんですけどもね、アダパスなわち、アダムスなわち、リューニソースということになるわけです。ローマ名はバッカスです。胸が大きい男性であったことでよく知られています。ともかくも、この髪の毛なんか垂れ下がっているところなど注意してください。なわち、自由の像は プロメテウスの像ではありますけども、元となった像はその息子のディオニソスということになるわけです。で、やや胸が膨らんでますね。まあ、そういうことなんですけども、まあ、要するにユニコーンというのがですね、エンキース滑なわちプロメテウスを表しているということですね。で、元はといえば、まあ、その自由の像というのはフランスのフリーメイソンリーたちが送った像ということになります。で、これは一番上があのフランス革命の当時、マリアンです。頭にフリジア帽をかぶっているところに注意してください。 まあこうした帽子をかぶって、フランス革命の当時たちは戦ったということになります。当然、それはミトラ教の、まあ、ミトラから来てるわけですね。えー、ミトラもーフリジア帽をかぶっています。フリジアというのは、えー、トルコ中部の孤名ですで。その先なんですけども、まあミトラ教、ミトラがミトラ教を起こすわけですけどもね、ちょっと前後が逆になってますけども、そして、えー、上がですね、アフラマルターがどこかの方に。 王権のリンゴ、リボン付きのリンゴを渡しているところです。で一番頂点にここでは延期を置いてみました。まあ、こういう流れの中で、まあ、ずっと下へつながっているということです。えーまあ、この延期とアフラマルタはちょっと前後は逆になっていますけどもね、アフラマルタということは要するにまあドラスタ教の神ということになるわけですね、ミトラ教、それから、えー、ミトラとつながって、それからフランス革命とつながって、下の方へ来ているということですね。 で自由の像へとつながっているとで向かって左がですねこれがあの生理、えー、木村さんが送ってくださったんですけどもフランス の象徴的な絵ということになとこにるわけですねライオンを足で踏みつけています。西洋ではですね、まあ、足で踏みつけることによって優位性を示しています。手に持っているのが三角形のシンボルマークですね。言うまでもなくフリューメイソンのシンボルマークです。一方、右の方がこれが英国王室の紋章です。先ほど説明,、えー、説明しましたけども、これがまあ頂点にライオンがいるわけですね。となりますと、英国王室はエンディルの支配下、そしてフランスの方は延期の支配下にあるということになります。 まあこういう形で、まあ、西洋では支配,支配地域を示したわけですね。そして左の頂点にいるのが当然延期ということになりますし、右の頂点にいるのが延ルということになります。まあ、こうして対立構造が生まれるわけですね。当初は仲良かったと思うんですけども、まあ、特にミタル教が勢力を伸ばすと同時に神,の神々の世界は変調します。 まあそういったこともちょっと知して,ておいてください。で、もう一つ、その英国の恩章に、紋章に戻りますけれども、これがまあ今言いましたように、頂点にライオンを置いて、そしてこういうふうに並んでいると。そしてその右の方がですね、これがミトラ教の神事の様子です。 で、このミトラ教の神事の様子を表している絵なんですけども、その神事の絵の向かって左の方に、ここにエンディルがあの描かれています。右の方に三角形のマークの円期が描かれています。もちろん中央にはミトラ教ですから、ミトラが描かれていますけども、その下に松明が耐えてあります、ね。すなわち、ミトラ教は、ドラスター教の流れを組むということは、これでわかるわけです。 で、ミトラのお父さんがダラスストラということになります。お母さんがアナヒータということになるわけですね。ただし、神の世界というのはあの、親子、兄弟、親類関係というのは、便宜上のものですから、そこはあまり深く考えないということです。それまた混乱する原因にもなっているわけですけどもねで。要するに、この王室の門障害、象徴的な話ですけど、真ん中に大,大きい、そして左右に、まあ、そのいわゆる塩基と縁ルを配置したということになります。 もう一度繰り返しますと、向かって左側がエンディル、すなわちライオン、すなわち向かって右側がエンキ、すなわちユニコーンということになるわけです。で、体には鎖が巻いてあるということですね。で、その一つの証拠なんですけども、これがあのバビロニアで使っているエンディルの像です。顔がライオン顔であることに注意してください。恐ろしい顔ですけども、そういった顔をしているということですね。そして同じバビロニアで大変興味深い発掘物,物が見つかっています。 これ、中央が、これがあの、現地では牛ということになってますけども、縦が見てますが、ね、ふさふさしている毛を見てください。これ、どう見てもライオンなんですね。なあち、エンリルはライオンであり、それが日本の狛犬へとつながっている。ある逆かもしれませんけども、こういうふうに理解すると、狛犬の性格と言いますかね、が分かっていただけるものと思います。で、日野岬神社の話をしたいと思います。 まず皆さんを日野岬神社へ案内しますけども、出雲大社から約6キロのところ、海岸線沿いの海辺にあるそうです。これ、大変重要なあの神社なんですよ。あの一度、以前調べましたけども、このまあ出雲地方の起点中の起点になっている神社でもあるわけです。これが日野岬神社です。で、まあ、現地の人たちといいますかね、あの出雲地方の人たちは、大変この神社を重んじているということを のそういう話をその友人から聞きました。で、これは日ノミ神社ですね。で、前からこの日ノミ神社は気になっているんですけども、この日ノミ神社っていうのはですね、ま、えー、っすぐとトンコを、爆ク草を向いています。で、えー、ここにはアマテラス・オオミノ神と、それから佐ノの御琴が祀られています。ここでピぴンと来たんですね。アマテラス・オオミ神です。 出雲に天照大神です。ちょっとライン,シュライン理論で調べてみます。これが東光、東光バックオークスです。で、この東光バックオークスから日の見崎神社に線を引いてみます。そうしますと、この本殿の屋根をまっすぐと貫いて、山道へと抜けます。山道でややずれが生じますけども、少なくともこの本殿はまっすぐと東光バックオークスを向いているということになるわけですね。で、これがあの出雲大社と違うところなんですね。な まああのアジア大陸の方から見て入り口になっているというふうに林漆は理解しています。で、太陽の神をちょっとあの説明しておきますね。というのはあの、これはあのトンコ、バックウクツの、まあ、いわゆる、まあ、ノルディック系の神です。肌が白くて髪の毛が金髪で、で目は、ね、青くて、そして目の縁が、ね、赤いんですね。で、この頭にです、ね、奇妙な紋章をつけているところに注意,注意してください。右が木汁の、まあ、壁画に残っているあの、まあ、 今日はこういうていくだけにしておきます。に頭につけているのはこれが太陽の紋章です。そしてこれがミトラなんですね。ミトラもやはり頭に同じようなまあ丸い紋章をつけていますで。大変興味深いことにですね、まあ、これはあの古代の絵ではありませんけども、日本でアマテラス、大神をあの描くときには頭にやはり同じようなまあ紋章といいますか、太陽の紋章をつけている点に注意してください。 これは偶然の一致なのか、それとも、お互いに影響し合ったのか、それはわかりませんけれども、まあ、太陽の神、すなわち、こうした紋章をです、ね、頭につけていたということになるわけです。まあ、もちろん一番右の絵はですね、後世にできたものです。で、スメ,のスメールの神々の形図について考えていますえ。頂点にアヌンがいます。そして左がエンキ、そして右にエンリルですねで。エンリルはライオン顔です。そして左下が先ほど紹介しましたミトラの真珠の様子です。 まあこうして、まあ、関連性を持っていると言いますかね、当初はそれほど対立してなかったように思います。下はまあ反転してあります。でこれがあの現在のフリーメイソンのシンボルマークで、右がです、ねえー、エンディルということになるわけです。日本の不動明王とつながっていきます。そして下が英国の紋章ですねで。ちょっと反転していますで。左にユニコーンを持ってきて、右にライオンを持ってきました。ユニコーンは延期の象徴中です。 象徴ですねそれから雷後はエンリルの象徴ということになります、まあ、こういうふうにして、まあ、あの王のにつがって下がですね厳島神社の様子ですけどそこにもやはり小狛犬がもちろん置いてありますけども向かって左側に ユニコーンですね。そして右にライオンです。なあち、エンキとエン縁ルということになります。なあち、これら番犬、犬ではありません。神そのものなんですね。そして中央に飾ってあるのが日本風に言えば、大日のや、大日のあるいはその前の雨のみなかの日の神ということになっていきます。まあ中央、当然、まあ、シュメールではアフラマズダ、あるいはアヌオということになるわけですね。で、高み、結びの神と、 紙結びの紙ということになっていきますこうして、えー、延期イコール、えー、高み結びの神、それからエンディルイコール神、結びの神という風うに林博士は判断しました で、こうして一歩一歩を近づけていくしかないんですね。神々の世界大変かの、まあ、複雑ですからね。で、日本とシュメール混乱してますから、一つずつ、まあ、なんていすか、一歩ずつ、こうして、まあ、照合していくしかないということです。そして、え少し前に照合しましたように、高み結びの神の息子があ、スコナピコーナですね。ですから、あスコナピコーナというのは、マルまックということになっていくわけです。この紋章が日本に残っているんですよ。四つ目の紋章がね。まあ、あ こういうふうに神々が一致していくわけです。スコナピコナですね。まあ四つ目のカモンでこれがつながりました。まあ四つ目というのは延期のシンボルマークです。スメールでは。日本では四つ目、カモンと言います。で、一番上に第二次の例ですなわち、雨のみなの石のが鎮座して、そしてその左に延期、すなわち、高み結びの神、右に神結びの神が鎮座します。 そして、イナンナ、それから、ウツは誰か、もう分かりですね、えー。アマテラスがイナンナということになります。イナンナイスタールイコール、アマテラス、オウンカミそして宇都、ウツイコール、神ス、スサノオの御事ですね。で、この二人が、えっと、えー、まあゼレ、シッチンの解読したタブレットによればですね、サーペントクランに対して、ラム族、すなわち、現代風に言えばレプタリアン族となって、ここで対立関係が生まれます。 特にあのミトラ教がです、ね、勢力を持つ頃ですが紀元500年以後、ですね、そしてここで両者が対立して、そしてオ、まあの御事がですね、サーペントとすなわち、えー、出雲を本拠としていた、えー、竜族に対して、まあ、攻撃を仕掛けます、それが象徴的に表されたのが、ヤマタノオロチの物語というふうに林博氏は理解しています。 そして、アマテラスとスナノー、スノですね、連合軍が、えー、延期の、まあ、マルトクですね、連合軍を、まあ、サーペント族ですね、竜族を破った。ですから、出雲大社といえば、竜太信仰の本拠地となっています。結論ということになりますけども、えー、これが出雲大社です。巨大な締め縄で知られていますけども、私は2匹の大蛇が絡んでいるというふうに理解しています。そして、そこへアマテラスがやってきて、スナノオとやってきて、そして、えー、いわゆる、ま 龍族の本拠地の出雲をまあ攻撃して、そして延期一派をですね。丸徳を含む延期、一派をまあ追い出した追い出したということになるわけです,ですから、えー、出雲大社の狛犬、えー、には角がないということになるわけですね。両方ともライオンであるということになるわけです。まあ、こういうふうにして、まあすっきりと説明ができたということですね。というような話をえー、昨夜その友人にしてあげました。で、今日皆さんにこうこのように報告することにしました。 えー、出雲大社。これであの出雲大社の謎が解けたと思います。現在でも出雲大社といえば、龍太公いわゆる、まあ、龍太神の本拠地です。で、この先ですね、雨のみのうの神はいいんですけど、あのですね、高水、高,高見結びの神がこれがあの木です。それから、神結びの神が円流です。混乱してますけども、どうかお許しください。では、続く動画をどうかご覧になってください。Bye for now! All gods, including En, Enki, and Enlil, as well as Inanna, were here in Japan in ancient times. Japan is a land for all gods, and even Marduk, the son of Enki, was here. Here is a story about it with evidence. Nihon wa Kodai ni Inanna Anuo. エンキ、エンリルなどすべての神々の住む国でした。さらにエンキの息子のマルドゥックも住んでいました。この動画の中でその証拠をお見せします。きっかけはイサイラ12173からのメールでした。それにはこうありました。カモンの四つ目結びと。その瞬間、私の脳の中で電光が光るのがわかりました。四つの目です。四つの目です。 延期のシンボルマークです。で、調べてみると、ビンゴーに続くビンゴー。四つ目結びは滋賀県大見八幡市にある佐々木神社の家紋であることが分かりました。主催神は、スコナヒコナ、スコナヒコナ、つまり高見結びの神、高見結びの神の子供、つまり高見結びの神というのは、延期のことだったのです。私は今まで、その、 高み結びの神と、もう一人の神、神結びの神、神結びの神のどちらがえんで、どちらがエンリルであるかわかりませんでした。どちらが一方がえんで、どちらが一方がエンリルであるということまでは分かっていました。が、どちらがえんで、どちらがエンリルなのかわかりませんでした。が、今回のイサエラ12173からのメールで、それがわかりました。高み結びの神。 高み結びの神が延期だったのです四つ目結びの家紋がその証拠です四つ目結びの家紋は延期のシンボルマークですつまり四つ目結びの家紋で高み結びの神と延期がつながったのですビンゴーです順に動画を見ながら説明しますがその前に一言皆さん日本という国は大変な国なんですよすべての神々が オールキャストで住んでいた、そういう国なんですよ。そういうこともこの動画を倒して皆さんにお伝えできれば嬉しいです。広瀬林、浜松市、ジャパン。では皆さんを滋賀県大見八幡市にあります、えー、佐々木神社に案内します。ここに佐々木神社があります。 多坊のすす。ぐ近くですこれが佐々木神社です。で、この三門の両側に提灯がありますけれども、その提灯に四つ目結びの家紋が描いてあります。で、この佐々木神社の主祭神がスコナ・ビコナです。で、スコナ・ビコナの 父親がですね、高見結びの神ということになります。高見結びの子供がすこな、びこなということになります。そしてその佐々木神社には四つ目結びの家紋がある。四つ目というのは、延期のシンボルマークです。これでもう、謎が解けました。すなわち、高見結びの神というのは、 延期のことだったんですねとなりますとその息子のスコナビコナというのはマルドゥックということになります延期の息子がマルドゥックですイナンナイスタールと地上の支配権を争ってま戦いますそのマルドゥックですスコナビコナを主祭神とする佐々木神社の家紋は四つ目結びなんですね で、この四つ目結びというのは一度、まあ、裁が変えられているということですね。えー、1843年にもともとは左のような家紋であったんですけども、それが右のような家紋に変えられたということです。それはあまり重要ではありません。四つの目が描いてあるという点が重要です。四つの目イコール延期のシンボルマークです。となりますと、 佐々木神社のです、ね、主催神がスコなビコなですからその父親の高み結びの神というのは当然延期ということになります延期のシンボルマーク、まあ、右に今皆さんにご覧いただいてますけどももう一度後で説明しますけども40ですね申請数は40で目を4つ書いて40を表しています延期のシンボルマークです この目がやがてフリーメイソンのイル,イルミナティからフリーメイソンのシンボルマークとなっていきます。主催品はスコナ・ピコナです。まず、現在私たちがですね、フリーメイソンのシンボルマークと言っているアイオ・プロビダンスの原型がここにあるということです。そしてその父親が高み結びの神ということになります。 そしてその延期の息子がマルドックですから、高見結びの神の息子がスコナ・ビコナということになります。そしてそのスコナ・ビコナを祀っているのが、この佐々木神社ということになります。これで繋がりましたね。で、40というのは延期の神聖数であるということです。で、民がバビロニアの神々の構図ですね。で、ここにエア、すなわち縁起がいます。そして左下にマルドックがいます。 アヌオたちがニビルに帰った後、まあ、一応地上の支配権はマルドックに渡されますけれども、まあ、いな,んないタールがそれを良しとしませんでした。ということで、交渉関係が始まりますで。そのスコナビコナを祀っているのがこの佐々木神社であり、四つ,つ目の結びの,4つ目結びの家紋がこの佐々木神社の家紋ということでつながっていくわけです。 神聖数40について簡単に説明しておきます。これがバビロニアの神々の構図です。頂点にイシュタールが立っています。バウンダリーストーンからこれを起こした絵です。そして左にアヌオ、エンリル、エア、縁起のことです。そして頂点にイシュタール、シャーマシですね。イシュタールとシャーマシャを組んでキリスト教を立ち上げます。そしてリンフルサングです。 ニンフルサングと塩基が組んで人間を改造しますこうしたシンボルマークと同時に神々は神聖数を持っていました。アヌは60、エンリルは50、そしてエンキは40、イシタールは15、シャーマ・シュは20、そしてニンフルサングは12という数字を持っていました。これが神聖数です。そしてこの40に注目してください。 40というのは延期の申請数です。で、こんなゲーム版になるものが、えー、ウルから発掘されています。ジョー・プアビのいた年ですね、年国家です。で、これは現版ではありません。これは神々のカレンダーです。その証明も私、林宏が前にいたしました。で、このゲーム版、今日はですね、注意していただきたいのは、 5種類の模様が描かれているということです。左がこれ、イあタール・イナンナの紋章です。太陽系の惑星をですね、外から数えて8番目が金星です。ですから、8方向に伸びる金星をイナンナはシンボルマークとしました。そして20。中央が5になってますけども、後で50と読み替えます。20マルは10です。そして12。そして一番右。 目が4つですね。そして20まで囲んでますね。七八40ということになります。この一番向かって右側が延期のシンボルマークであり、そして申請数ということになります。そして40イコール、えー、今、下に示しましたように40が延期の申請数であり、同時に4つの目は延期の、まあ、シンボルということになるわけです。こうしてつながって,わけつながっていきます。40、40とつながって、そして、えー、目が四つ、4つ目ということになっていくわけです。 これで40は延期だということを皆さんに分かっていただけたと思います。なあち、40は延期の新数数であり、そのシンボルマークが4つの目であるということですね。その4つの目と、えー、佐々木神社の4つ目結びとつながっていきます。なあち、えー、マルドックの、まあ、延期の流れを組むマルドック、息子ということになるわけです。一番右が40です。そして4つの目ですね。こうしてつながりました。 さらに話を続けていますこれはアシリア、バビロニア、それからメソポタミアに残るレリーフですけども、皆このようなアイテムを持っています。原始の学者たちはですね、これをバケツと説明していますが、これはバケツなんかではありません。何かもっと意味のあるアイテムです。ほとんどの神々はこのバケツのようなものを持っています。しかしこれはバケツではありません。 そして皆を腕時計のようなものをはめている点にも注意してください。で、同じようにこのようなものが発掘されています。まあこれはバケツというよりもハンドバッグですね。ですから古代の神々は何かの目的を持ってこのようなものを持っていたと思われます。ハンドバッグのよあだとまあ。 ハンドバッグといってもですね、物を入れるハンドバッグではなかったと思いますけども、まあそ、それに似たようなものを持っていたということですね。そして、右上の、まあ、このハンドバッグのようなものに注意していただきたいと思います。この表面に彫られているのがイ、イナンナイ・シュタールの紋章と、そして、エンキの紋章です。マルドゥックの紋章といってもいいかもしれません。 これがイナンナイ・シュタールの8方向に伸びる金星を表す紋章と言われてますけども太陽系のです、ね、惑星を外から数えると地球は7番目金星は8番目になります、まあ、ここで,です、ね、色を称号しているところですなかなか,色と,いうか色とか音というのはです、ねまあ、遺跡の中から浮かび上がってきませんので、まあ、あえてここで皆さんにそれを紹介いたしますそして目円形のシンボルマークですね円形すなわちプロメテウスですね ギリシャ神話では、そして人間創造の神ということになります。繰り返しになりますが、これが後のフリーメイソンのシンボルマークとなります。私が知る限り、発見した範囲では、これが最古のフリーメイソンのシンボルマークということになります。で、結論ということになります。佐々木神社です。で、ここの神社の家紋が四つ目結びである。そしてその神、主祭神がスコナ・ビコナである。そしてその神。 父親が高み結びの神ということになりますと、高み結びの神イコール延期ということになります。これではっきりしました。続くビデオの中では、あのまだそれが分かりませんでしたから、逆に言っていますけれども、そこは訂正いたします。どうかご注意の上ご覧ください。そして、高み結びの神ですよね。 現在、相撲力士がですね、えー、手刀を切りますね。三方向に。あるいは、雨の水なの髪に切って、髪結びの髪に切って、そして三番目に、高髪結びの髪に切る。あれは逆だったかもしれません。で、手刀を切っています。賞金を受け取るときに手をさっさと切りますね。その紹介も後でいたします。ティッシュ最新は、すこなびこなであると。すこなびこなであると。 40という数字と、それから目の4つ目とつながっていきます。そして4つ目と延期のシンボルマークとつながり、そしてそれがですね、佐々木神社のカモになっているということになります。こうしてつながっていき、まあ、具体的に日本の、まあ、古事記に代表される神話と、それからシュメールの神々がこうしてつながっていきます。右はバビロニアの神々の構図です。 エアーがここにいます。塩基です。40ですね。そして40イコール目のシンボルマーク、4つ目でしたね。そしてその左、上の左が4つ目結びにつながっていき、それが佐々木神社の鴨になっている。そして佐々木神社ではスコナピコナを祀っている。スコナピコナの父親が高み結びの神ということになりますと、繰り返しになりますけど、高み結びの神イコール延期ということになります。ビンゴですね。こうではっきりしてきました。 日本の神々とシベルの神々、イコール同じということになります。上にいるのが、大日のラスナーアフラマザーですけども、アヌオ自身がアフラマザーの名を語って地上,に地球地上を訓練していた可能性もあります。アフラマザーそのものはですね、神の中の神ということになりますからね、私は地球上には滅多には降りてこなかったと思っています。 まあこうしてつながるわけですねで、身が高み結びの神が延期でありその息子がスコナビコナであるということになりますどうもありがとうございましたビンゴですバイ、えー、God is one only one since two gods are not needed When you see two gods, it means that one is a fake or one single god with two names. Because gods never be generous to each other, though they teach us humans to be generous. It's quite simple, and so it is here in Japan. どちらか一方が偽物ということあるいは二つの名前を持った一人の神ということ神は一方で人間に寛大であると教えるが神同士は決して寛大ではない分かりきったことこの日本においても分かりきったこと広浜松では皆さんをですね荒野さん 今後、無事、仲門へ案内いたします。この仲門には、二体の尿像が立っています。今日はですね、この、まあ、尿像をテーマにですね。尿とは誰なのか、どこから来たのか。あもっと言えばですね。まあ、尿というのは、誰をモデルにして作られているのか、ということについて考えてみたいと思います。尿、もしくは、今後、力士とも言いますけれども、仏教寺に立っている。 まあレスラーのような姿をした、見るも恐ろしい像のことを言います。ブッダを守護した二人の守護者ということになっていますが、日本ではゴータマ・ブッダが旅をした時、腕力によってブッダを守ったまあ守護神と言われています。が本当のところはですね、それが誰なのか、あるいはどこから来たのか、誰も知らないんですよね。いろいろな説があり、またいろいろに説明されていますが、まあ、そういうことなんですね。 で、私はですね、尿というのはですね、キエンリルをモデルにして考えられた、まあ、守護神だと考えています。またその像もキ・エンリルを元にして、まあ、作られているのではないかと考えています。あくまでも仮説ですけども、その仮説に従ってこの動画を進めていきたいと思います。で、これが中門の 仁王像とということになります左下がこれがエンリルですね。そして右下がまあポセイドン、塩基。まあ、ポセイドンイコール塩基説は、倍合林博ですけども、えー、大変まあ類似点が多いということですねで。エンリルはこの真剣を表す、まあ、賢弱というまあ棒を持っています。でその賢弱がまあ左の上の仁王像につながっていると。そして一方ですね、もう一人のまあ仁王像はですね、 3作剣と言いますかね、えー、を持っています。3つに分かれた剣を持っていますね。これはあのポセイドンのまあシンボル的なアイテムということになります。でポセイドンというのはまあ海の神様ということになるわけですけども、下半身がどうも竜のようであったということになっていますねで。延期も下半身が竜のようであったというところからつながっていくわけです。 まあちょっと苦しいかなという部分もないわけではないんですけどもね、一つの仮説として、それには大石博士は考えています。で一つのまあ証拠といいますか、これがあのミトラ教の神事の様子ですけどもね、で左下がこれがエンキディルである、右下が延期ということになります。まあ、これと同じ神事をですね、小屋さんでも、まあ、あのお取りを行ってますね、除海の,、まあの儀式というものも、えー、一般信者の方はですね、体験することができます。 小屋ささんで問いい合わせてみてみくだ中央がですね、これが九尺堂、やはり小屋さんの、えー、いわゆる根本台頭の近くにあるあ寺院ですけど、そこには2体のこう狛犬が立って、えー、いますけども。うん 左右反転しましたけども、一方の狛犬の側には角がある。一方にはないと。で、角のない、この今、現在、今、その、向かって左の方は、これはエンディルであり、右の方はエンキと考えています。で、その流れて言いますが、は、あの英国王室へとつながっているわけですね。で、まあ、ユニコーンということになるわけですね。角がある方がない方がライオンということになります。英国王室はあの、いわゆるエンディル派が国を支配していますから、頂点にライオンが立っています。 このように表現されているということですね。で、番犬という言い方をちょっと注意しておきたいと思いますけど、これはシリアンのあ、で白された像ですけども、ニムルードですね。えーまあ、門番、あるいは銃というふうに書いてありますけども、これは門番でも銃でもありませんね。えー、というのはですね、この2体の、まあ、 門番と言われている像の頭を見ていただくと分かるんですけども、この2体の像は神のシンボルであるヘルメットをかぶっています。で下にまあその神々の いわゆるレリーフ像を並べていましたけども、みんな同じようなヘルメットをかぶっている、そして、えー、小屋さんの上の右ですね、第二の選びも同じ帽子をかぶっている、なわち、これは神のシンボルなんですね。ですから、これは犬ではないということになります。なわち、神そのものであるということなんですね。しかし、まあ、一般的には門番であり、獣、えー、物というふうに説明されています。で、これは神なんですね。 で日本ではですねこう門のところに立っている人のことを門番というわけでして、それでまあそういうところから、犬という、まあ、名前がついたと私はお判断しています。しかし、これは犬ではなくて、まあ、神、エンリルとエンキということになるわけです。で同じように考えて、ですねあの今、これがあの小屋さんの駒犬ということになってますけども、左がエンキ、右がエンリルということになりますね。 で、今言いましたように、角のあるなし、すなわちユニコーンであるかないかということで判断していくわけです。えーまあ、こういうことも、まあ分,かまあ、分からなくなってしまった後世の人たちは、まああの、ここまで丁寧には作っていませんけどもね、あのいわゆる、まあ、小屋さんの狛犬は丁寧に作ってあるということになるわけです。それで、神々の形像を考えてみたいと思います。これはアヌの王ですね。 まあ、神々の地上に君臨した神の中では頂点に立つわけです。そして延期、そしてその腹違いの弟のエンディルということになるわけです。延期は制裁の,の子ではなかったものですから、エンディルが実質的に地球の支配権を持ちます。なし、真、ま、剣、あ、をあの王に代わって、まあ、代行して行使するということになるわけですね。延期の孫娘がイナナであり、 エンディルの孫娘がイナンナということになります。まあ、イナンナはそういう意味でね、エンキ、エンディルを祖父に持つ、まあ、ロイヤルファミリーの女王ということになるわけですね。今、このブルーの線で示したのが、これがエンキからイナンナに流れるラインです。で、グリーンのラインがエンディルからイナンナに流れるラインということになります。で、頂点にいるのがアノーであると。これがまあ、あの、古代シュメールの神々のケ図ということになります。イナンナはイシュタルと、 バビロニア、メソポタミアでは呼ばれるようになります。これがバウンダリーストーンですけども、このバウンダリーストーンの中では、まあ、ロイヤルファミリーがこういう、このように、まあ、彫刻されているんですね。で、これがお,お父さんの死ンであり、アヌ王であり、そしてこの右下にいるのがニンフルサングですね。で、ここにエア、スナーチエンキがいます。そしてここにエンリルがいますね。まあ、そして頂点にいるのが、まあ、当然、えー、イスタートなり、その右下にいるのがシャマーシうことになるわけです。 まあこうして、ロイヤルファミリーがここに書かれているわけですけども、ここで注意していただきたいのは、バビロニアでは、これはバビロニアの神の形ですけどもね、頂点にいるのがイスタールになんだということになるわけです。しかし、神といえば当然アフラマズダーということになるわけですね。小屋さんでは大日如来と呼ばれています。そして、エンリルとエンキがその両側にいたところでおかしくはないというまあ状況証拠の一つということになるわけです。で、 もう一つの神の形図から考えてみたいと思いますけども、左にいるのが縁起であり、右にいるのがエンリルですけど、エンリルの顔がですね、ライオン顔であると,いうところに注意してください。でこれは真の、ミトラギの真珠の様子ですけど、左右反転しています。位置があの反対になってますからね。こうして並べますと、左にいるのが縁起であり、人間創造の、まあ、英雄ということになるわけです。現在の、まあ、イルミナティ、そしてフリーメイソンのシンブルマークとなっています。 で、今、まあ、下にあるのが英国王室の紋章ですね。で、左にいるのがユニコーンですね。角があります。そして右にいるのがライオンですね。頂点にいるのはライオンなのはですね、まあ、イギリス王室はエンディル派が支配しているということになります。で、これは下はですね、厳島神社のですね、まあ、宮島の駒犬ですけども、やはり頭に角があるのとないのとあるわけですね。駒 そして、角があるのは延期ということになるわけです。そして、円慮の方には角がないと。延期の方には、英国王室の文章を見ていただくと分かりますように、 足に鎖があるんですねとなりますとこう大日如来というのは雨のみなかぬしの神ということになるわけですそしてまあこれこの下の2体はですねどちらが神結びの神でもう一人が高み結びの神かどとこ,ことがちょっとわかりませんまああの私も今混乱してますけどもまあ日本では、まあ、このような名前で呼ばれているということですねその一つのあられがこの相撲力士の手形に手刀に現れてますここで左 右に切って、そして中央で、まあ、あのアフラマズダに、まあ、アヌオに、まあ、手を切ってるわけですね。まあ、こういう形で日本の真事となって残っているということですね。もう一度見ていただきますと、手刀を切りますね。エンリル・エンキ、そしてアヌオか、もしくはアフラマズダということになります。アヌオがです、ね、地上ではアフラマズダという、まあ、名前を語っていた可能性もあります。でもう一度英国、音質の紋章に戻っていますけれども、 この頂点に立っているのが、まあ、ライオンということになるわけです。いわゆるまあエンディル派ということになるわけですね。でこれが延期だという理由はです、ね、足に鎖を巻いているからそれがわかるわけです。でその流れがメイソンリーから自由の像へとつながっていますで、自由の像はです、ね、足に鎖を巻いています、ね。まあ、人間を改造したがゆえにです、ね、天国から追放されて打天使となるわけですね。まあまあ、カトリック教会側ではプロメット テスイコールルシファイ。ということでですね、まあ、サタンとまあ位置づけられています。で、このモデルはあの左のバッカス像をモデルにして作られています。顔が同じであると同時に髪の毛が、ね、両方垂れていますからね。ですから、こういうところから、まあ、日本では女神というふうに誤解されたようになりました。で、胸がやや大きいのはですね、バッカスはあの胸が大きいのが特徴ですで、まああの。ローマ名バッカスですねあの、ギリシャ神話名ではリオニソースです。 そしてその流れって言いますか、まあフランス革命からまあつながってきてるわけですね。で、マリアーヌもやっぱりフリージア帽をかぶっています。これはあのミトラ教のシンボル的な帽子です。そして、えー、フリーメイソンリーがアメリカに自由の像を送ると。で、その上にいるのは当然、えー、ミトラということになります。ミトラもフリージア帽をかぶっています。えー、エジプト、ローマでは自由の像を まあ、奴隷のね、解放された奴隷のシンボル的な帽子ともなっていました。で、一番頂点にいるのは当然、アフラマザーですね。で、アフラマザーが手に権威箱を持って、そしてどこかの方に、まあ、王権を渡しています。そして、まあ、縁起が、まあ、その上にいると。そういうことになるわけですね。で、ザラストラがザ、えー、ラスタ教を起こすと。で、ミトラがミトラ教を起こしてというふうにつながっていくわけです。まあ、こういう流れの中で、まあ、あの、先ほど言いました、コマ犬があり、 そしてひょっとしたら二王像があるというふうに、林士は考えています。左はですね、フランスの,、まあ、あのシンボル的なあの絵ですけども、足でライオンを踏みつけていますね。まあ、このように西洋ではですね、足で踏みつけることによって、自分の方が優位に立っているんだということを示しています。で手に持っているのは三角の、いわゆる円形のシンボルマークであり、ライオンは言うまでもなく、エンディルのシンボルマークということになるわけです。そういう意味でもね、フランスとイギリスというのは対立関係にあったわけです。 でもう一度この英国王室のいわゆるまあ文章を見ていただきたいんですけども、こういうふうにつながっていくわけですね。で左上にいるのがこれ、エンキですね。そして、えー、右上にいるのがエンリルということになります。円、ま、器、あ、はあのこのレリーフでは足が描かれていますけども、エジプトの壁画では下半身が竜で描かれています。でもこのような形で円器とエンリルが、まあ、つながっているということになります。 で、これがまあ英国王室の紋章ですね。で、それはミトラ教の神事の様子と繋がっているということになります。ちょうど、まあ、こうね、ライオン、ライオンということになるわけですね。えー、まあ、ライオンという言い方もちょっと問題があるんですけど、ね、まあ、地球ではライオンの顔に似ているということで、ライオンが描かれるようになったんじゃないかと、林漁は考えています。 で、エンリルが頂点にいる。まあ、あの、ミトラ教の神事ではね、当然中央にミトラがいますけど、その周辺で松明を耐えてますからね、要するに、まあ、ゾラスター教の流れを組んでいるということになるわけです。で、繰り返しになりますけども、エンキの足には鎖が巻いている。ですから、プロメテウスの体には鎖があの巻いてありますね。あの、2体、あの、ギリシャが残ってますけども、2体とも体に鎖が巻いてあります。うんと1体は足の方に巻いてあります。 で、ミトラケの真珠をもう一度、また見ていただきますけども、まあ、こうしてね、状況証拠を固めているというふうにまあ理解してください。で、ここにいるのがあエンリルです。ライオン顔ですね。で、この顔をですね、拡大してみますと、まさにライオン顔なんですね。で、今お見せしているのがこれ、エンリルの像ですね。えー、まあ、エンリルの像は結構あるんですけどもね、遠近の像っていうのはないんですよね。 私が知る限り、まあプロメテウスの、プロメテウスの像ですけども、ね、2体しかありませんで、まあ。このエンディルの顔を見ていただくと分かりますように、まあ、恐ろしい顔をしているわけですね。みんなライオンが推しているということです、まあ。こういうところから地球ではライオンというふうに置き換えられたんじゃないのかなと思いますね。そしてその流れがですね、コ、え、マ、ー、犬へとつながっていると。でまあ で、ですね、まあ、角のない方の、まあ、両方とも同じような顔で描かれることが多いんですけどもね。まあ、角のない顔を集めていましたけども、皆ライオン顔であると。まあ、中国では獅子と呼ばれて、まあ、まさにライオンということになるわけですね。で、これが狛犬でない、まあ、犬というような、あの番犬ではないということは、冒頭のところで説明しました。まあ、神なんですよね。まあ、神は番犬など必要とするはずがないわけですよね。常識的に、まあ。 考えればですよでもう一度、仁王像に戻っていますけども、えー、中門にある仁王像ですけども、えー、妙に体がゴツゴツしてますね。いわゆるまあ筋肉もりもりと言いますか、こぶボコボコと言いますか、それはちょっとわかりませんけど、下がミケランジョの描いたレプタリアンの群像です。まあ、赤間で示したのはこれあのダビッチなんですよ。 あのミケランジョの描いたダヴィンチです。ダヴィンチの顔と一致します。で、このダヴィンチの体、見ていただくとわかりますように、体がボコボコしてますね。これはあのコブなんですよね。レプタリアン独特のコブで、私はこの先この像絵をですね、レプタリアンの群像と呼んでいます。ですから、まあ体もボコボコ,ボコしているということなんですよね。で、これは英国王室の文章ということになります。そしてその並び方がですね、まあ お寺のですね、駒犬へとつながっているわけです。まあ、この場合は向かって左側、あの角がないんですけどもね、両方とも、縁起と遠出りということになるわけです。となりますと、この中央にいるのは誰かということになるわけですね。で、ミトラ教の神事では当然、ミトラを中心に置いて,ます置い,ていますし、まあ、その向こうに祀、まあま、ってあるのは当然、ゾ、えー、ラスタ教の、まあ、ダラスストラもしくはアフラマズダーということになるわけですね。 でエンリルとエンキ、もう一つの可能性は、中央に飾ってあるのが、バビロニルで、まあ、頂点に立つ、イナンナイシタールということになりますけれども、そう、それはちょっとは言えないということは、今、これから説明しますけれども、要するに、このエンリルがライオン顔であるということです。そして、その顔は恐ろしい顔であると。その流れが、狛、えー、マイ絵とトスのそれは間違いなんですけども、またその流れが、私は仁王像につながっていると考えています。 で、これが、まあ、荒野さんの、えー、今後無事の根本態度ですね。で、ここが、ね、中本です。そしてこのような仁王像が立っていると。で、まあ、これはあの日本の、まあ、伝統的な一切によればですね、ブッダを守護した守護神であるというふうに言われています。 まあ、確かにそういう人もいたのかもしれませんがね、しかし、本当にまあそうなのかという部分と、それから、じゃあ、このこうした像のモデルはどこから来たのか、あるいはそうした考え方のまあコンセプトはどこから来たのかというので、私は延期、ンリルを挙げています。左がエンリルであり、右がポセイドン延期ということになります。ポセイドンイコール延期説については、まだ基盤,基盤が軟弱ですけれども、早印はそのように考えています。 バイ林で,すで、すこの三角三、いわゆる三叉剣っていうんですかね、三つの分かれた剣というのは、まあ、ポセイドのシンボルであり、同じ刀を、まあ、剣をですね、えー、小林さん中門の、えー、いわゆるまあ尿像も持っているということですね。そしてその流れが繰り返しになりますけども、エンディル・エンキとつながっていると。それはあの一つの証拠が、この、えー、ミトラ教の神事であるということなんですね。 で、樹海の儀式も全く同じような雰囲気で出されているのも大変興味深いですね、荒野さんではね。はい、で、これが、あの、根本対等の隣にあります、まあ、クジクどうっというんですかね、そこにある、あの、いわゆる、まあ、あの、いわゆる狛犬ですけども、一方の側には、えー、角がある、ならじ、一角獣であるというふうに、まあ、状況証拠がつながっていくわけです。そして、左はもちろん、ライオンが、ライオンということになるわけですね。で、これが、 エンディルです。これはエンディルということで、まあ、あのいわゆる、まあ、定着していますけど、このエンディルの顔をもう一度見ていただいたんですけども、このエンディルの顔とです、ね、もう一つ大変興味深いあのアーティファクトが発掘されています、えー。これがエンディルなんですね。両方ともエンディルというふうに、まあ、現地の考古,学者で考古学では断定されています。この2つを足しますと、日本の狛江にねとつながっていくという、まあ、これも大、まあ、これ余談ですけども、ね、こうして、まあ、 また別の状況証拠をこのように皆さんにお見せしているわけです。そしてその流れというのは繰り返しになりますけども英国王室へとつながっていると。で、角があると。で、エンリルはライオンでライオンガオ。まあ、ライオンじゃありませんけど、ライオンガオであるということになるわけですね。ですから、まあ、ライオンというのは ローマンカトリックではシンボル的な動物になってますね。戦、え、闘、ー、ジュレオムの時代からそれが、まあ、そのように考えられています。で左がエンディルであり、右がエンキィというふうに、まあ、あのイコールということじゃないでしょう。モデルといいますかね。そのコンセプトはどこから来たのか、あるいはこの像のモデルがどこから来たかという部分でですね、まああの、イコールというふうに考えて、私は考えています。そしてそれがですね、えー、雨の、ンの西の神と、手から手につながっていくわけです。 で、もう一度このファミリートリーを見ていただきたいんですけども、左が延期であり、右が延期でいる。そしてそれはミトラ教の真珠へとつながっている。ということになっていくわけです。まあちょっとひあの、ミトラ教の真珠も左右反転しましたけども、そしてそれも英国王室へとつながっている。ということになっていくわけですね。いかがでしょうか状況証拠はほぼまあ、 私は真っ黒だというふうに考えています。もう一つ、の宮島の、えー、狛犬を見ていただきたいんですけども、やはりこう、まあ、角といいますかねがあの、いわゆる表現されているということです。そうしますと、この頂点にいるのはあの王ではないということになってきますよね。もっと上の神ということになってくるわけですよね。えーまあ、大日のよりは誰かですけども、まあまあ、大日のよりはまあアフラマザダーですけどもね。 で、雨のみなかの髪というのは、じゃあ誰かと言いますと、当然、まあ、大日如来ということになっていくわけです。なあち、アフラマウザーということになっていくわけですね。まあ、これが、あの、大日如来イコール、まあ、あの、髪の、髪の毛といいますかね、ブルーの、綺麗なブルーの髪の毛をしていることなどから、まあ、以前に私がまあ証明いたしました。で、これが、あの、まあ、結論ということになるわけですけども、二王像ですよね。で、左の エンリルは真権を表す、まあ、まあ日本では賢弱で、なくて、というふうにね、誤解されてますけど、これ親権を表す棒ということになるわけです。そして、まあ、エンリル。あ地上の支配権はあのエンリルが持ってましたからね。そして、まあ、エンリルがその土地を支配する王たちに王権を渡していましたね。その王権のシンボルが日本の前方後円船へとつながってるんですよ。 丸い輪にリボンがついているということですね。そして、えー、下のミトラ教の真珠ともやはりつながっているということですね。で、まあ、ここでもう一つ、まあ、結論ということになりますけども、左がエンディルであり、右がエンキであると。で、まあ、最後に一つ残った疑問がですね、要するに、じゃあ、そのアフラマズダ と言われて、まあ、い,いるのはですね、アヌオなのか、それともアヌオのさらにその上にいる、あ君臨するアフラマザーなのかということになってくるわけですよね。で、先ほどの,そのバビロニアの、まあ、神の形像を見ていただくとわかりますように、アヌオがイナンナの下にいますよね。でもし、えー あの王がアフラマズダーであるならば、そ,のそんなことはあり得ないわけですからね。ということは、あの王ではなくて、さらにその上にいるのがアフラマズダーということになりますから、まあ、あのいわゆるアフラマズダーが頂点にいて、その左右を固めたのがエンリル・エンキということになり、それが表現されたのがコマイヌであり、さらにその流れの中から二王像のコンセプトへとつながっていったということに私は考えています。 まあこういうところ,ところからね、まああのー。だからといって、仁王像イコール延期、延旗とはまだあの言えないし、それにはまだいくつかのハードルを超えなければならないと考えています。要するに、この仁王像のコンセプト、そしてこの像のモデルはどこから来たかということについては、延期説を私は唱えています。 で、それが、まあ、日本のですね、高み結びの神と、神結びの神へとつながっていると。ですから,どらか、どちらか一方が遠慮であり、どちらか一方が延期であることは、これは十分考えられるわけですね。神ですから。そして、その頂点にいるのが、大日のライスなわち、雨の港の日の神ということになるわけです。以上が私の今日のまあ仮説による結論ということになります。どうも、Thank you very much for watching, and bye for now! wikipedia writes as follows: "koma inu, often called lion ducks in english, are statue pairs of lion-like creatures, either guarding the entrance or the inner shrine of many japanese shinto shrines, or kept inside the inner shrine itself, where they are not visible to the public. the first type, born during the edo period, is called sando komainu the second and much older type jinnai komainu they can sometimes be found also at buddhist temples nobility residences or even private homes it is however widely believed here in japan that they are just lion dogs and komainu literally means guardian dogs it is also widely believed in academic society they are from china ahiroshi hayashi claimed that they are Enlilu and enki the gods both in sumer and japan in ancient times here in this video you see its evidence and proof 狛犬は犬ではでありません。エンリルとエンキの2人の神を言います。また、中国から渡ってきたと言われていますが、本当にそうでしょうか今日は改めてそのコマイヌについて検証してみますが、まず最初にシュメールで見つかったコマイヌそっくりのアーティファクトを見ていただきます。顔はライオン顔ですが、体は獣つまり動物です。これは現地の研究者によれば、 延期とといいうことになっています地球の支配者、延期であると。が本当にそうでしょうか私の見たところ、どう見てもライオンです。縦紙ががしっかりとあります。もし延期なら、お牛ということになります。私はこの像で表現されている動物はライオンであり、このアーティファクトはエンリルと判断しました。それについての動画はこの後につなげておきます。もっともこのことは今日の動画では、 それほど重要なことではありません。今日の動画について言えば、こうしたアーティファクトがシュメールで見つかっているということです。つまり、日本の狛犬そっくりであるということです。え今日はこのアーティファクトを中心に話を進めていきます。広志林市松ママジャパン。こんな情報が手に入りました。シュメールの 発掘物についての研究論文です。ウールですね。で、その中の1ページに左上のようなアーティファクトがあったというのです。このアーティファクトです。発掘物です。で、これを見たときに私は日本の狛犬そっくりだと思いました。で、これは エンディルなのか、エンキなのかということなんですけども、この研究者によれば、これは牛であり、エンキであるというわけですね。しかし、まあ、よく見ててます比較していただくと分かりますように、ライオンのようですね。牛ではなく、ライオンだと思います。その証拠に、縦髪、そして顎の下にはふさふさとした髪の毛イコール毛があります。で私はこれをエン リると判断しました。まあ今日の、まあ、動画にはそれほど重要なことではありませんけども、とにかくこうしたアーティファクトが見つかったということです。ビンゴですね。で、厳島神社の、えー、狛犬を皆さんにまず見ていただきます。日本では犬ということになっています。Guardian Dogs と訳されています。なわち護衛の 犬と、まあ、そういうことなんですね。もっと分かりやすく言えば番犬だというわけです。で、これがその狛犬です。で、日本ではですね、向かって左側に角のある狛犬、右の方に角のない狛犬が配置されています。この角を見ていただきたいと思います。これはユニコーンですね。そして右の方は角がありません。 で、この角のあるなしで判断するわけですけども、左が延期、右が延リるということになります。左右入れ替えてみます。で、日本だけで見ていると判断がつきかねますので、英国の王室の紋章と比べてみます。下が英国の王室の紋章です。向かって右がユニコーンです。左がライオンということになりますね。 で、角があるなして判断します。で、さらに、ミトラ教の神事の様子を表したこの絵を見ていただきたいと思います。向かって右に三角形があります。そして左にライオン顔の神がいます。右が円起、左がエンリルということになります。そして右の方はですね、やがてフリーメーソンと流れ、銃の像へとつながっていきます。 すなわちプロメテウスの足にはこのような鎖がついています、まあ。この鎖で判断します。上の王国の紋章の中のユニコーンにも鎖が巻いてあります。すなわちルシファーということになるわけですね。ローマンカトリックではサタンと呼ばれています。同じ神ですけども、プリメイソンの方では人間を解放した英雄、すなわちプロメテウスであり、ローマンカトリックの方では サタン中のサタン、すなわち悪魔ということになるわけです。そしてその流れはフランス革命へとつながれ、そしてまあ自由のシンボルとなっています。そして足でですね、ライオンをこの女神は押さえつけています。このようにですね、西洋では足で踏みつけることによってその優位性を示しています。なわち、ンキがエンリルを押さえたということをこの絵を表しています。そしてアメリカの一度札の裏にこの三角形の模様が描かれています。こうして、それぞれの、まあ、 アーティファクトと言いますかね、ものがですね、こうして繋がっていくということです。そして左が、これがエンディルということになりますね。そして角と一体して繋がっていくということです。すなわち、一番上の左はエンディルであり、右がエンキルということになります。そして今回、こうしたアーティファクトが見つかりました。シュメルの神です。で、先ほど言いましたように、この神はですね、まあ、 シュメールの現地の研究者によれば、延期ということになっていますけれども、まあ、体がですねラ、ライオンであることから私はエンリルと判断しました。その証拠に、このミトラ教の神事の様子の向かって左側のこの、まあ、レリーフを見ていただきたんですけれども、ここにライオン顔の神がいます。まあ、日本でいう不動明王ですね、いわゆる、まあ、恐ろし見た感じ恐ろしい顔の神ということになります。それを当てはめてみますと、日本の狛犬そっくりに。 なるということです。なあち、このアーティファクトはエンリルを表している。なあち、ライオンのエンリルを表しているということになります。中国語では獅子と言いますね。なあち、狛犬はこのように犬ではなくて、エンリル、延期の神々を表しているということになります。番犬という発想は、なってますか、かなり日本人的な発想ということになります。ここは神々の 領地で、あるぞということをこのようにではエンリル・ブルと書いてありますけども書きましたけどもエンリル・ブルっていうのは現地の研究者の言い方です。で、結論ということになりますけどもこの、えー、ミトラ教の神事の様子が大きな手がかりになりました。で、向かって左側にいるのがエンリル、そして右にいるのがエンキということになります。 エンリルは普通ライオン顔と言いますかね。ライオン顔で示されることが多いです。そして、縁起は三角形で表されることが多いです。そして、下にまあお見せしたのは一般的な神社と狛犬です。そして、このように配置されているということですね。日本は左右が反転しています。そして、並べてみますと、右が縁起、左がエンリルということになります。そして、この中央にあるのは、当然、ミトラミトラ教の神社はミトラということになりますけれども、いわゆる 神の中の神すなわちアフラマズダーということになるわけですね。日本風に言えば大日如来ということになります。もっと言えばアヌオだったかもしれません。あるいはアヌオがアフラマズダーの名前を語って地上に君臨し,君臨してとも考えられます。まあ、このように考えますと、矛盾なくきれいに説明できるということですね。すなわち日本の神と、そしてシュメルの神はこのようにしてつながっている。もちろん ヒロののシハヤシは、このビデオフォルムの ancient mysteries and wonders of the world。 トゥディーストリーズアバッガーディアンドアクスインコングブジテンプル、コヤさん、ジャパン。バッディアンノットガーディアンドアクス、アジハビセイツイスリーオフジャパン。ディアンアイアン、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 アン、アイアン、アン、アイアン、アン、アン、ア 向かって左側がですね、頭に角のあるユニコーンです。そして向かって右側がライオンです。左側がエンキですね。そして右側がエンリルということになります。ライオン顔です。まあ、角のあるなしで判断します。ご覧ください。そしてですね、まあ、西洋と東洋ではこの位置関係が反対になっています。 まあ、エンディルというのはですね、もともとライオン顔なんですね。ですから、まあ、日本でもライオン顔で描かれています。下がですね、えー、私が見つけましたちょっと変わった絵なんですけども、これがエンディルであり、延期であるかどうかということはわかりません。しかし、まあ、こうした絵もあるということですね。しかし、下はですね、これはミトラ教の神事の様子です。えー、今後、無事でもですね、いわゆる、まあ、樹海の儀式をですね、えー、体験することができます。 全く同じ雰囲気で、同じ、まあ、マントラを読んでですね、そしてあの儀式をします、まあ。左がエンリル、右がエンキということになります。でエンリルはライオン顔ですねで。エンキの方は、まあ、三角形ですねで。左右反転していますと位置関係が同じになります。えー、向かって右側がエンリル、ライオン顔ですね。そして左側がエンキ、すなわち、まあ、やがてフリーメイソンへとつながっていくわけですね。で、フリーメイソンのシンボルマークになっています。 まあ、プロメテウスってことになるわけですね。そして一方、同じプロメテウスですけども、ローマンカトリック側が、はですね、ルシファーと位置づけています。で、このエンリル、日本では不動明王となるわけですね。そしてこれ、あの、セリフ、木村さんが送ってくださったんですけども、えー、三角の、まあ、いわゆるシンボルマークを持った、 まあ自由の象徴がですね、ライオンを足で踏みつけているところに注意してください。このように西洋、まあ、東洋でもそうですけども、足で踏みつけることによって優位性を示すわけです。ライオンを抑えています。一方、これがですね、UK のシンボルマークですけども、頂点にライオンがいます。そしてユニコーンが向かって右側にいますね。いわゆる頭差だということですね。すなわち、こうしてライオンの優位性を示しているということになります。 まあこうしてフランスと、まあ、UK とはですね、その、まあ、宗教的にも対立してきたということを意味するわけです。ライオンが頂点にいますね。で、こうしてフランスと UK というのは、まあ対立関係に、宗教的な意味でも対立関係にあったということになります。その上に当然いるのが神、すなわちアフラマズダーということになります。ご覧ください。いわゆる向かって、まあ、 この西洋風に言えば向かって左側がエンリル、向かって右側がエンキということになります。頭に神,の神々がかぶる、まあ、いわゆるヘルメットをつけているから、そう判断します。なあち、犬ではないということですね。しかし、ネムルードのこの発掘された、このいわゆるまあ像によればですね、文板と、そして毛玉の、 ラマックス、ツですかね、像と書いてありますけども、獣なんかじゃありませんね。獣が神々のヘルメットを被るわけがないわけです。ですから、まあ、このように誤解されているということですね。その証拠に、そうしたその神々のヘルメットというのは、リーフ、あるいは彫刻として現在に残っています。えー、日本の大日如来、まあ、たまたまですね、今後無事の、いわゆる根本対等の中にある、まあ、あの、大日如来も同じ帽子を被っています。ご覧ください。 なあち、門番でもなければ、獣でもない神そのものなんですね。神は門番なんか必要としないんですよ。すなわち、ここはこの神々に属する寺院、えー、であるということを示したわけです。門番という発想は、日本人独特の発想ですね。まあ、門のところに立ってるから。そしてこれが、まあ、駒犬となったわけです。もちろん犬,だけ犬ではありませんよ。神様ですよ。ということで、まあ、昨日ですね。 えー、荒野さん、今後無事に行ってきましたが、まあ、ちょっとそんなことが話題になりましたので、私はですね、ちょっとしたかぶりして皆さんに説明してあげました。向かって左側がユニコーン、そして右がですね、ライオンということになります。まあ、ユニコーンは塩基の象徴、そしてライオンはエンリルの象徴ということになります。 遠い過去においてはですね、えー、延期も遠離流も仲が良かったみたいですね。やがて対立関係に入りますが、それについての、まあ、ビデオは別のところで作りましたので、そちらでご覧になってください。続くビデオは、コマ犬についてのビデオです。まあ、かなり以前に作ったものですから、まあ、まあ、お聞き見苦しいところがあるかもしれませんけれども、お許しください。Bye for now! Hello, this is Yuko, Atago, Seri, Kimura, France, and Hiroshi Hayashi, Japan. Guardians, Dark, a n Mystery. The guardians are Enlil. 謎の狛犬。狛犬はエンリルであったという話です。狛犬です。この狛犬は犬なんでしょうかそれともライオンなんでしょうかそれとも別の動物なのでしょうか まあ、駒犬という以上ですね。犬なんですね。というのは日本にはライオンはいませんでしたから。まあ、それで犬ということになったんだろうと思います。しかし、これは犬でしょうかそれともライオンなんでしょうかあるいは、この駒犬はですね、一体誰で、どこから来たかということなんですね。で一般の説に従いますと、駒犬は、まあ、エジプト、 まあライオンというライオン説からですね、エジプト、もしくは中国、あるいは朝鮮半島を渡って日本にやってきて、コマイ犬として日本で発達したと、まあ、日本独自のまあコマイ犬が出来上がっていったというわけですね。まあ、しかし、本当にそうでしょうか、まあ、単純に考えれば、まあ、失礼な言い方になるかもしれませんけれども、単純な考え方をすれば、そういうことになりますけれども、本当にこれはライオンなんでしょうか、まあ、少し回りくどい説明になりますけれども、ユウコさんからこんなメールが届きました。 イギリスの、まあ、これ、紋章なんですね。で、中、この紋章を見ますと、向かって左側にライオン、向かって右側にユニコーン、いわゆる一角獣がいますね。で、この紋章を見るとですね、えー、今言いましたように、このライオンが左向かって左側にいる。しかユニコーンが右側にいる。と、そして、頂点に、えー、ライオンがいるわけですね。ということは、このイギリスの紋章においては、ライオンが優勢であると。いわゆるそのライオンが、あ ユニコーンを押さえているということになるわけです。そこでユニコーンを見てみますと、鎖が巻いてありますね、体に。ということは、これは、あの、まあギリシャ、ギリシャ彫刻によればですね、これはプロメテウスということになるわけです。そこで、銃の像、アメリカの銃の像を見ますと、やはり、ここに鎖がついていますね。ところが、この銃の像というのはあの、バッカス、いわゆるディオニソスをモデルにしているわけです。 で、ディオニソスをモデルにして、あのー、まあ、自由の像ができたわけですけども、顔の形同じですね。それから、えー、髪の毛も同じです。そして、えー、バッカスって言うんですけど、ローマ名はバッカスですけども、バッカスも胸が大きいです。まあ、ブローシの神様と言われていますけども、で、ディオニソスなんだと。で、自由の像がなぜ、えー、鎖をつけてるかですけども、それにはちょっとま,また理由があるわけですね。 実は、ギリシャ神話の中で、えー、鎖で巻かれて、えー、いたのは、プロメテウスなんですね。プロメテウスは、えー、人間を改造して、現在の私たち人間にしたわけです。そして、足に鎖を巻かれて、まあ、野に放たれるわけですね。そして、鳥についばん割れてっていう、お腹のところに、ま、鳥がいますね。じゃあ、なぜ、えー、自由の像は、あの、プロメテウスじゃなくて、ディオニソスかと言いますと、プロメテウスが人間を作った時に、最初に、まあ、粘土から作ったのが、ディオニソスということになっているからなんですね。 で、延期の話になります。延期は、まあ、人間を救った、まあ、神様であると。まあ、神様というかね、あのあのまあ、フリメソン側に言わせれば、これは英雄なんですね。で、まああの、カトリック側に言わせれば、ルシファ、ー、悪魔なんですね。まあ、どちらが正しいか、それはまたこれから結論が出るところなんですけども、一番上ののがマリアンです。マリアンもフリギア帽をかぶっています。いわゆるこの流れなんですね。でフリギア帽は当然、ミトラキ の流れを組んででくるわけです、えー。そしてあの、まあ、自由のシンボルともなるわけですね、この帽子が。そして、フランス革命が起きるわけです。そして、その上に当然いるのがミトラであり、その上にいるのがゾロアスター教ということになるわけです。この流れの中から、まあ、あの自由の像があの生まれてくるわけです。で一番上にいるのが、まあ、当然、縁起ということになるわけです。まあ、その上になりますと、今度はフラマザー アヌオ王からアフラマズタといくわけですけどもね、延期ザラスストラ、ミトラ、それからフリギアボート来てフリーメーソンにその流れが継がれて、そして自由の像へとアメリカの自由の像へとつながっていくわけです。まあ、こういった流れがあり、の中で延期がいるわけです。で、フランスの方ではですね、左側はセリ、あの木村さんが送ってくださった絵なんですけども、ライオンを足で押さえてますね。この足で押さえるっていうところが、あの、いわゆる、まあ、ポイントなんですね。 なわち、えー、フランスの方では、ライオンを抑えている。なわち、エンディルを抑え込んでいるという意味なんです。そして手に持っているのが、まあ、あのフリーメイソンのマークである、シンボルマークである、この三角形に目、いわゆる、あーアイオ・プロビデンスなんですね。セスリーの目です。あるいは、アイオ・プロビデンスというのはもともとの言い方だったんですけどもね。アイオ・プロビデンスという名前を変えたあけです。上にいるのが、左がエン,エンキー、そして右ののがエンディルということになります。 こうして二派が分かれるわけですね。真っ向から対立するわけです。で、エンリルは人間の改造に反対し、エンキは人間の、それを押し切って人間の改造をしてしまうわけですね。それの流れがカトリックとミトラ教に引き継がれるわけです。 で、これはイギリスのオーク王室の紋章ですけども、これはあの逆にですね、一番上にライオンがいることがわかりますように、えー、一番上にエンディルがいるわけです。これで右の方は、今度はあのミトラ教の神事をしている絵なんですね。マコデさんって方が届けてくださいました。で、この神事をしている絵の中の丸の中に、えー、左側にあるのがエンディルで、右に書き込んであるのがエンキということになります。中央にいるのはミトラ教の神事ですから、当然ミトラの、ミトラがこの絵がかれています。 ま、こうして、あの、ま、比較してみますとですね、ま、コンセプトが同じだってことわかりますか真ん中に、いわゆる王を置いてですね、そして左右に、ガーディアンを置いてるわけです。で、もう一度この二人の神様を見て見てください。これはあの、神様なんですよ。いいですか犬じゃありませんよ、左側。これはエンディルなんです。そして、右の方は三角の、ま、マークの中に書いてあるのが、エンキのシンボルマークですね。そして、真ん中にいるのがミトラになるわけです。 で、ま、あこうして中央に大きそして真剣を持っている大き左右に神を並べるというやり方なんですね。で、この流れをもう一度見てみますと、中央にアヌ王がいます。そしてそのアヌ王が腹違いのエンリルとエンキが生まれます。そしてその孫娘の イナンナ、いわゆるシタールが生まれるわけですね。そして、その、まあ、二人の兄弟ですけども、ウトゥーガとイナンナが生まれるわけです。イナンナが、やがてバビロネを支配する女神となっていきます。もちろん、日本の、日本の、日本にも、日本ランドにも君臨しました。こういう流れの中からですね、えー、右の延期の方は、いわゆる、まあ、なんて言いますか、 まあ、プロメテウスなんですけどね、プロメテウスになって、そしてそれがフリーメーソンリに繋がり、そして、え、エンリルの方は、ヤーフェ、ヤーフェになって、そして、旧約聖書の流れを組んで、そしてローマンカトリックと繋がっていくわけです。エンリルとエンキ。いわゆる、ま、なんて言いますか。あの、いわゆるガーディアンではないということです。そしてこのコンセプトと言いますかね、は、あの、日本のコマエニと繋がっていくわけです。 で、もう少しちょっと回り道しますけども、フランスのミトラ、ミトラ教についてちょっと説明しておきます。まあ今言いましたように、これがミトラ教の神事をしているところですけども、あみんなあのフリギャ帽を被ってますね。いわゆるトルコ、中部の古名です。これがフリギャ帽です。そして、まああの、 奴隷のシンボルとなると同時に、またローマ時代には解放、そしてフランス革命の時には自由のシンボルとなって現れてくるわけです。このマリアンもよく見てください。あの、フリギア帽をかぶってますね。えー、フランス革命の時に、党時たちは皆このフリギア帽をかぶって、えー、フランス革命の党時として戦ったわけですね。そして左が、まあ、今言いましたフリギア帽フリギア帽というのるミトラ、ミトラというのはフリギア、まあトルコ中部で生まれた、生まれては、あのー、 リキアで生まれるんですけども、リキアで去っていくんですね。サングルバンサンして。で、これがエンリルの話になります。これがエンリルです。よく見てください。このエンリルの顔って言いますかね、これはライオンの顔をしてるわけですが、ライオンじゃありませんよ。エンリルですから。で、エンリルの顔を集めていますと、みんな一応にこのような顔をしてるわけです。人間離れしてると言いますかね。まあ、見方によってはライオンにも見えるわけです。 いわゆる自刀、いわゆるの頭を持っている、まあ、神様ということになるでしょうか。しかし、これは神の自由でありませんよ。真剣を表す棒を持ってますから。あ日本では尺って言いますね。で、一番右の、えー、不動明王もそれを持っています。 なあち、不動明王はエンリルということになるわけですね。それについての証明は以前いたしましたが、エンリルいわゆる不動明王はですね、日本全国にこの不動、お不動様として祀られていますけども、不動明王はですね、エンリルとってことになるわけです。なあち、日本を支配した神ということになるわけですね。で、この尺といいますか、棒を持っていることに注意してください。そして一方、今度は延期の話にも行きます。 延期,の延期になりますと、今度はです、ね、右の方ですね。これが延期のシンボルマークです。そしてこの三角の中に目を変えたのがア、アイオ・プロメテウス。プロメテウスの目がローマ時代にアイオ・プロビデンスというふうに言い換えられました。セスリーの目というふうにうまく言い換えたわけですね。で、フリーメーソンのシンボルマークになっています。そしてその手前に、えー、いわゆる松明がありますね。トーチがあります。このトーチが、いわゆるゾロアスター教のシンボルです。で、それは密教になり、ミレ礼になり、そして、えー、自由の像は あ松明をがその流れはオリンピックとして引き継がれ、さらに、明令は密教となり、日本の空海によって日本に伝えられ、小屋さんで、えー、こうしたごまとなって、まあ、その信心が残っているわけであります。さあ、不動明、イコ,イコールエンリル、えーあの。向かって左側にいるのがあのエンリルですね。そして、この中央にいるのが、これが真心を行っている、まあ まあ、今風に言えば、まあ、あのー、牧師さんですね。そしてこの牧師さんもやっぱり冒頭はを持っています。不動明王も、某、真剣を表す冒頭、王剣を表すはを持っています。こうして、まあ、なんて言いますか、真珠を行うわけですね。 そこでガーディアン・ a ニマルズ、いわゆるそのなって言いますから動物かどうかということなんですけど、今まで流れから見てわかるように、真ん中に王がいて、そして左右に置いてあるのは、これは動物ではありませんね。神々なんです。同じように日本のですね、神社もですね、真ん中に神様王を置いてですね、こうというか王を置いて、そして両側に置くのは、これは犬ではありませんね。ライオンでもありませんね。もちろんガーディアンでもない。すなわち、神自身だと考えるのが自然なわけです。 まあ日本ではコ、ま、犬というふうに、まあ、あのしてしまいましたけども、犬なんかじゃないっていう、まあちょっと通り、ま、遠回しな説明をいたしました。で、もう一度並べてみますとわかりますように、えー、アタ頭さんから次のようなメールが届きました。まあこれはこれ一般説ですね。しかし、まあそうではないと。 ゆうこさんの話と、それから、あたごさんからのメールを、しあの、いわゆるその、解釈しますと、えー、実は、この、私たちがコマ犬と呼んでいるコマ犬はコマ犬ではなくて、実は神様自身であったということ、すなわちエンリル自身であったということになるわけですね。そのことは上と下を比べてみてください。そして、えー、 アタゴさんがおっしゃるには、むしろ日本の方が発祥地であって、それが、まあ、なんて言いますか、ペルシャ、バビロニア、それから、あーシ,ュメまあ、シュメール、バビロニア、そしてメソポタミアに伝わっていって、エジプトに伝わっていって、さらにー、イングランド、UK へ伝わっていったというふうに考えるのは自然じゃないかというわけです。まあ、それを、まあ、あのその一つ別の証拠としまして、これ私たちはこれを獅子灰と呼んでますね。ライオンダンスと呼んでますけども、これはライオン、あライオンなんかじゃないですよね。 まさにエンディルを表した神様ということになるわけです。実はこれと同じものがですね、ペルーでも見つかっているわけです。まあ、次のがあの、これがですね、ペルーで見つかった発掘物ですけども、ブラジル、の、まあ、ペルーのここあ、あ、ここはボリビアになりますかね。ここであの、ボリビアにな <laughs> で見つかったものですけども、ここで見つかっているこれこれ。これはペルーで見つかっているんですよね、確かあの。こうしたもの エクアドルですね、先ほど間違いました。あのこれがあのペルーで見つかった、まあ、ものなんですけども、それについての記事が出ています。で、これはあの別にガーディアンでもなんでもない。 神様なんですよ。何でもないと逆なんですけどね。神様なんですよ。これと日本の獅子舞と比べてみてくださるとわかりますように、同じコンセプトで同じに作られているということなんです。なぜち、この獅子舞はライオンではないということですね。なぜならばペルーにライオンなんかいるはずもないんですから。ですから、まあ、あのこれは神様であるということになるわけですね。なぜち、エンリルを表しているわけです。となると、ここでまた繋がっていきますね。 なあち、えー、インカの神様はエンリルであるってことになってきますと、結論は次のようになります。なあち、日本でエンリルが、まあ、縄文文明を引き続くわけです。太平洋を支配するわけですね。で、その後、まああ、このエンリルのその流れがですね、えぇ、ー、ま、はじめにまあ、インカへ伝わっていくいわけですけども、まあ、それがペルシアへ伝わり、えー エンリルっていうふうに表現される。そして右の方でインカにも渡るわたる。インカ人っていうのは自分たちの先祖は日本から来たって言ってるんですよ。そしてあのペルシャから今度は UK に渡って先ほどのライオンの紋章となっていったと。いわゆる日本が,日本がその中心点にあるということなんですね。そのこ コマ犬がその、なんて言いますか、その証拠の一つということになるわけです。で、これがコマ犬ですね。皆さんご存知の。これはもう犬なんかでもない。ライオンなんかでもない。もちろん、ガーディアンでもないと。守護獣なんかではない。神様自身だということになります。というのが今日の物語です。まあ、どのように判断なさるかわかりませんし、また、おいおい、まあ、いろんな証拠が出てくるものと思われます。どうも、最後まで見てくださいまして。ありがとうございました。バイ。